はい、皆さん、こんにちは。リッキー社長です。今回はですね。いや、ちょっとですね、昨日、あの、文化人放送局さんの方にですね、出演させていただきました。で、そこでですね、<laughs> こう、感想というか、まあ、出てみた感じなんですけれども、まあ、終始ですね、もう、ドキンチをしていたせいでですね、今、ほぼ記憶がなくなってたりとかするような感じではあるんですが、ただ、やっぱりですね、こう、なんていうんですかね、こう、知識人の方とかと、こう、出演させていただいて、まあ、やはりですね、自分にない視点だったりとか、 がこう様々なですね。まあ、角度あとは専門知識のですね。あの部分から考え方とかをですね。享受していただいてまあ、すごくですね。まあ、自分自身の学びになりました。で、今回ね。出演させていただいたわけなんですけれども、もうね。あのスタジオインしてね。まあ、撮影のま5分前ぐらいにこうやっとですね。まあ、今回というか、まあその日話すような内容をですね。教えていただけるような感じなんですけれども、いや本当にですね。ままあ、事前にですね。その情報を知れないというところでですね。かなりもうビ。クビク ししなななながが、らでででですすす。ね、ね、っってていたたたような状態でありりりましたがまあ、自分なりにです、ねまあ、精一杯はできたかなと思っております、まあ、今後もですね、ちょっと、えよりですね、まあ、深いところまでこうお話とかができるようにですね、まあ、僕自身も知識を貯めていったりとか、え情報発信もですね、できる限りえ毎日やっていきたいと思います。というわけでですね、まあ、今回、あの、見てくださった方、応援してくださった方、ありがとうございました。で、一応ですね、その僕がですね、出演した回のえ文化人さんのですね、動画を概要欄の方に貼り付けておこうと思いますので、よろしければですね、そちらの方からぜひ ぜひ見てみてみくださいというわけで,ですね、今回の本題の方に入っていきたいと思います。えー、まず一つ目がですね、まあ、JB のですね、崩、まあ、さ加減がもうより露呈したというかですね、まあ、これさすがにやばいんじゃないかと、えー、個人的にも思ったんですけれども、JB、中国のウイグルジェノサイドを異なる文化規範と呼び、まあ、虐殺を非難することを否定と。 と,いうところでですね、まあ、このジェノサイドのまあ話については、まあ、日本政府もですね、まあ、それをまあ認めないと、えー、ジェノサイドとして認定はしないというかです、ねまあ、認めんということを言ってたりとか、まあ、同じような感じかなと、まあ、同類かなというふうには思うんですけれども、まあ、これに関してはもう本当にです、ね、今もう何て言うんですか、ね、森さんのです、ねまあ、森おろしとかもです、ね、かなりまあ,あったと思うんですけれども、まあ、そんなこと以上に女性差別の問題というかそういったところをううのであれば、えー こういったことにです、ねまあ、目を向けるべきだなというふうにまあ思いますし、えー、もっとです、ね、日本のメディアどもはです、ね、もっとこういったものをです、ねまあ、放送しまくった方がいいと思うし、日本人の方々もです、ねまあ、よりこういったことを知っていった方がやはりいいなと、まあ、僕自身は感じています。まあ、ちょっと記事を、ね、読んでいきますと、えー、JB は中国ウイグル人、えー、虐殺を却下し、それを異なる規範の一部と呼んでいると。 えー、JB は中国の少数民族に対する組織的な弾圧は異なる、単なる異なる文化的規範であると主張して、まあ、中国のウイグル人、えー、ウイグル虐殺を非難することを拒否した。えー、JB は火曜日の夜に CNN タウンホールの出演中に質問された後コメントをしました。これは彼の、えー、中国人との最近の会談についてでした。 中国の歴史について何か知っているなら、それはいつもそうだった。中国が外の世界によって犠牲にされたときは、 彼らは国内で統一されていない時であると JB は言ったと。したがって、習近平の、えー、中心的な原則は非常に誇張されていますが、統一され、えー、厳しく管理された中国が存在しなければならないということです。そして彼は、えー、それに基づいて行うことに対して彼の論理的根拠を使用しますという感じで、まあ、あくまで、まあ、これに関しては、何、まあ、て言うんですかね、まあ、後押しとかそういうわけではないんですけど、まあ、一つのです、ねまあ、あるべき形とでも言いたげな感じのです、ねまあ、ことをまあ言ってると。で そしてです、ね、JB は、まあ、彼が香港でえ何をしているのか中国の西部の山々でウイグルと何をしているのかについて話すつもりはありません文化的には各国とその指導者が従うことが期待される異なる規範がありますとえ JB は付け加えました中国の規範はウイグルの集中収容所で起こっている全身的な拷問とレイプを助長している これは特に、習近平ピラが当局に犠牲者に対して絶対に慈悲を示さないように命じた後に起こった。したがって、JB のコメントは、ウイグル人に対する中国の活動を知っていると英国であるように思われる。ウイグル人権危機は2016年初頭に始まって、タイガー大統領の当時中に加速しました。中共の現在の指導部は、第二次世界大戦以来最大の強制収容所を作り、何百万人もの罪のないウイグルを投獄しました。 というところですね。ツイッターとかでは、まあ、中国の,その人権侵害とウイグルに対する大量虐殺についての、えー、JB のですね、まあ、文化的には異なる規範があるというところはもう恥ずべきだというような意見だったりとか、えー、ここで JB は、えー、香港、ウイグル、えー、または台湾に固執しないことを世界に伝えている。中国はいつ台湾を攻撃するのだろうか、そして、えー、米国が攻撃しないのに誰が台湾に固執するのだろうか、えー、10万人の、えー、中国人がカナダのブリティッシュコロンビア海岸に上陸した場合、JB はどう どうするのか、まあ、この台湾に関する問題とかもまあ同時並行というかそういった形でね起きてると思うんですけれども、まあ、ここに対してま JB はもう何て言うんですかね かやの外というか、まあ、よそはよそじゃないですけどね。まあ、そういった、まあ、姿勢をとっているというようなイメージですかね。で、JB は、習近平が、その香港やウイグルでやっていることについて、声高々に言うつもりはないと言っていると。まあ、恐るべき発言だと。なかなかのボケっぷりがですね、もう加速しすぎて、ここまで来たかというような状態なんですが、まあ、ここはもう、 なんか大統領としての、えー、姿勢としてはもう最悪もう最悪ですよね。こんな感じでですね、まあ、もう分かりやすいことをです、ねまあ、やってくれているのはいいのかもしれないですけどね、まあ、こいつがクズだということがまあ世間にです、ね、こう分かるような行動をとっていることは、えー、いいかなと思うんですが、実際にこれをこのまま野放しにし続けていいわけもないし、そのタイガー政権、タイガー大統領政権でジェノサイド認定したというところがです、ねまあ、とんでもない、まあ、とてつもない凄まじい 宝石だったと思うんでそのままね、まあ、これに関してはねもしねこの人が本当にもう大統領になっているんだとしたらえ、真の大統領として機能しているんだとしたらねそういったものちゃんと引き継いでやっていってほしいなと思うところですよねまあ、この辺に関してはねもはやもう池上を越えているというような感じかなと思うのでまあこの辺もですねまたですね新たな情報出たらですねちょっと話していきたいと思いますで次にですねまあ、これもなかなかのスクープというかえ、そういったものなんですけれどもまあ、CNN とですね NBC の サハメディアです、ね、はその国会議事堂暴動の、えー、犯人に3万5000ドルを支払っていたと。 ま、とんでもねえ大金ですよね。3万5千ドルって。これもですね、ちょっと記事を読んでいきますと、国会議事堂の、まあ、その暴動に潜入し、犯罪行為を誘発するという彼の役割で起訴された過激なアンティファ BLM アジテーターは CNN によって報われました。一1月6日の暴動の参加で起訴されていた、まあ、あの、ジョン・サリバンという方いましたよね。で、この人が、ね、国会議事堂内での、まあ、その彼の映像に対して CNN と NBC からそれぞれ3万5千ドルを支払われました,ましたと。ポルティコのカイル チェイニーは報告しました被告であるユタ州のジョン・サリバンは ジャーナリストとして創造シーズデモに参加し、インサージェンス USA のウェブサイトやソーシャルメディアプラットフォームを通じてビデオを共有していると主張しています。サリバンの弁護人は、えー、裁判所に請求書を提出し、CNN と NBC が先月サリバンの会社に3万5千ドルを支払い、えー、米国議会議事堂の警察官による抗議者アシュリー・バビットの致命的な銃撃を含む、えー、国会議事堂の、えー、内外の混沌としたシーンを撮影したビデオの、えー、権利を支払ったことを示しましたと。 買ったっていうようなイメージなんですかねで CNN はボートを先導する上での BLM、アンティファ、シンパサイザーの役割を単に無視するだけではありませんでしたこのネットワークは彼を招待しましたと いうところでですね、まあ、このジョン・サリバンさんは、ちょっと何者なのかっていう部分についてはですね、なんか結構いろんな CM とかもね、なんか出ていたりとか、まあ、そこそこの有名人なんですかね、ちょっとあの、記憶の外に出ちゃってるような感じだったんで、まあ、その辺の情報が曖昧なんですけれども、まあ、もともと、その、なんていうんですかね、このまあ暴動というか、そういったもの自体が、 まあ、故意的にというか、計画のもとね、やられていて、まあ、その資金までね、こう、まあ、提供されてたっていう話はですね、まあ、以前もリークがですね、まあ、されていたと思うんですけれども、まあ、今になってもですね、まあ、こういった形で、まあ、しかも、結構主要人物的なね、あの人がね、こういった大手主要メディアから、しかもお金をね、受け取っていたというところでですね、まあ、これはね、問題にならない方がおかしいなっていうところであるんですが、まあ、どうなっていくんでしょうね。これもまた、なんか、わけのわからない方向というか、まあ、もみ消しじゃないですけどね、だんだんフェードアウトして 消えていくのか、まあ、今の傾向だと十分あり得るなと思いますが、ちょっとここもですね、あのどうにかしてほしいというか、えー、ちゃんと裁かれるべきポジションというかね、こういったメディア、そしてまあそ,の、まあ、そこに出演しているコメンテーターとかもそうですけど、みんなぐるいになってね、あの国民の情報をですね、まあ、奪おうとすると、まあ、これに関しては僕はもうずっと情報ジェノサイドだというふうな話をね、していたと思うんですが、まあ、そういったところがですね、いち早く、まあ、なくなるように。今ネット社会になって てるっていうところで、以前よりはですね。格段に情報は取りやすくなってると思うんですけど、やはりまだまだ足らないと思うので、まあ、皆さんというかまあ、みんなでですね。こう声をまあ高めてですね。あの、いろんな方に知っていっていただけるような状況が整えばいいかなと思っております。で、じゃあ次のニュースなんですが、まあ、これがこ <laughs> れこれもですね。なかなかやばい。なんか最強でなかなかやばいの続いてますね。 はい。あの、JB がですね、あの、CNN の大統領対話集会で壮大な嘘をですね、まあ、つくと。まあ、公共のメンバーをですね、まあ、通じて大統領がもう、大嘘をね、大ボラを吹くということがありまして、大丈夫か、マジでって感じなんですけどね。JB は CNN の大統領対話集会で壮大な嘘をつく。私が大統領に就任した時まだ新型例のウイルスワクチンはなかったというところでですね、いや、お前、ワクチン、 売っっててたやんっていうね <laughs> 2回ぐらい売ってたやんっていうですね、話なんですけど、えーまあ、その政権が発足した時は、えー、まだなかったということですね、まあ、言っちゃったっていうですね、まあ、地方省もここまで来るとやばいですね。はい、2月16日、CNN が放送したまた CNN か、えー、大統領との対話集会。 で、JB 大統領は彼が就任した時にはまだ例のウイルスのワクチンはなかったと語っちゃったと。米国のですね、ヤフーニュースなどのメディアが2月17日にこの発言を報じた。で、これはですね、結構もうツイッターとかではもう、何ですかね、動画が回りまくってんで見て、見てる方もね、見た方もいると思うんですが、JB が CNA で壮大な嘘。私たちが政権を発足させた時、私たちにはあの、例のワクチンがなかったと。 いうことを言っていていの,の動画をです、ねまあ、投稿した人物、まあ、その動画を、ね、投稿した方がいるんですけれども、JB 大統領が2度の新型例のウイルスワクチンをです、ねまあ、接種を受けたことを、まあ、CNN がです、ねまあ、報じているんですよね。記事として出しているんですけれども、え2020年12月21日に JB はテレビ中継される中、例のです、ねまあ、ウイルスワクチンの1回目の接種を受けると、えー、そして2021年1月11日、 JB はカメラの前で2回目の例のワクちゃんを受けるというところで、まあ、とうとうですね、ただのですね、生理食塩水というか、もしくはね、まあ、ブドウ糖打っただけなんじゃないかという話ありましたが、まあ、マジでそうだったんじゃないですかね。まあ、ほぼほぼね、ああいう上に立ってるやつ絶対ワクちゃんなんて打ちたがらないはずなんでね。はい。で、CNN はそのサイト上で、この日の大統領とのその対話集会の内容をテーマ別にまとめて掲載しているが、JB 大統領が語ったこの壮大な嘘については報道しない自由 を行使していると、そうですね。で、他の大手メディアも同様だ。 アンダーソン・クーパー氏が、えー、進行役を務めたこの大統領との対話集会で、JB 大統領は彼に向かって我々が政権を取った時たった5000万回分の、まあ、それしか、えー、利用できなかった。しかし、7月末までに私たちは6億回分以上は手に入るだろうと語っている。しかし、この発言の後、ワクちゃんを国民に行き渡らせるための流通の問題について質問すると、JB 大統領は次のように答えていると。我々が政権を発足させた時に知ったのは、文字通り冷蔵庫には何 もなかったということだ。 えー、ワクちゃんを用意するということは一つの問題でありちなみに私たちが政権を発足させたとき私たちにはその、えー、ワクちゃんがなかったわけだがそれとは別の問題として投与をですね行うには、えー、注射器も必要だということで <laughs> バカ丸出しすぎますで JB 大統領は政権発足時5000万回分のワクちゃんは利用可能だったと発言していたにもかかわらずその直後に私たちが政権を発足させたときは私たちには、えー、ワクちゃんはなかったというなんかもう矛盾というかですね多分 ですね、この人多分軸を飛び回ってるんですね。まあ違うタイムラインというかですね、そういった、えー、パラレル的に動いているような感じじゃないかっていうね、違う時系列の JB がね、来ちゃったのかなというような状態ですよね。はい。で、この、えー、進行役のクーパーさんについては、まあ、この矛盾とですね、協議の発言については何も、えー、質問しなかったというところでですね、まあ、どうでしょうね、皆さん、これを見て、あの、枠ちゃんがその安全というふうに捉えられますかね。まあちょっとですね、昨日、 文化人さんの方にですね、出演させていただいたんですけれども、やはり僕はですね、このワクちゃんに関してはやはり懐疑的というか、むしろね、100%打たないですね。こういったまあ、あの今、えー、いろんなですね、方がそのワクちゃん接種をですね、まあ動画として投稿していたりとかすると思うんですけれども、その本当にそれを打ってるのかどうかっていう部分をですね、まず疑った方がいいと思うんですよね。はい。なんか今、あの、妊婦さんとかもですね、妊婦さんのまあお医者さん、お医者さんで妊婦さんの方がいるみたいな、その人がまあ、 投与したとで、それで、まあ、投与した結果を、まあこう、感想としてね、綴っていたりとかするっていうニュースをね、どっかで見たんですけれども、えー、本当に打ってるかまず分からないっていうところと、その、打った瞬間的に、ね、まあ結果というかですね、何か、こう、副作用的なね、部分が出るかも分かんない。で、もっと言うと、その、要は、何てうんですかね、遺伝子組み換え状態になるリスクもあったりとかするっていうところでですね、まあ、その、自分の、その、子供、孫の世代に、やはりですね、そういった、まあね、DNA 系のね、あの部分に異常 をきたした場合そういった形で現れる可能性が大いに高いというところあとはまあ今実際にそのワクチンの確かねキットというかすなんて言うんですかねまあ道具とかは確か3500円ぐらいんですよあれ 本体は。なんですけど、えー、それがですね、まあ、1万5千円とか、まあ、場所によっては2万円を超えるね、価格とかで、えー、ですかね、こう、投与されてたりとかすると、受け、受け付けているという状態なわけですよね。で、あった時に、まあ、要するにですね、グラフを見たりとかするとわかるんですけど、その、まあ、例のですね、検査、例のね、検査の数が増えると、比例してですね、え、陽性者とですね、まあ、こう、何ですか、感染者っていう部分がですね、バカ上がりしていくというようなメカニズムになっているような感じになっているので、やはりですね、まだ ま、マジでね本当に得体ののないもの皆さん、そこについてどう思うか、めちゃめちゃですね僕も興味あるんですけれども、お医者さんが注射持って刺してたら、なんか安全に感じるのか、それともねあのどこぞの知らない人にこう拘束されて、えー、なんかよくわかんない液体をね体に投与されるのはなんかどういった違いがあるのかと、ただ感覚的な違いだと思うんですよね。安心できるような立場の人が打ってるようなものの方が、まあ、逆に怖いというふうにです、ねまあ、僕は感じています。 まあ、こんな感じでですね、ちょっとね、あのさらにですね懐疑的になるような、えー、そういった、まあ、情報がですね出てきたというところでですね。 ま、またですね。まあ、この辺についてもですね。バンバンこれからもですね、情報いっぱい出てくると思うので、またですね、僕の方からも新たな情報ありましたら発信していきたいと思います。また次の投稿を楽しみにしていただければと思います。で、今ですね、このようつべが、まだね、あの、検閲がバカ厳しいっていうところでですね、あの、ッター t ーとあとはパ a あとはですね、セカンドチャンネルと自由チャンネル、あとはオフィシャルライン、この5つをですね、あの、概要欄の方に貼り付けておきますので、そちらの方からですね、フォローと追加チャンネル登録、グッドボタンの方よろしくお願いいたします。 で、まあ、自由チャンネルとセカンドチャンネルに関してはですね、ちょっとね、URL から飛べない現象がですね、なんかめちゃめちゃ起きているようなんで、ちょっとお手数ではあるんですけれども、えー、皆さんご自身でですね、ちょっと検索していただければ、えー、すぐに出てくると思うので、そちらの方でやっていただけると幸いです。もしね、あれでしたら、ツイッターの方のですね、僕のプロフィール欄の下にですね、自由チャンネルとセカンドチャンネルの方にすぐ飛べるようにですね、URL など貼り付けておきますので、よかったらそちらから飛んでみてください。というわけでですね、今回はこの辺で終わりにしたいと思います。それでは皆さん、バイバイ。